とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンも釣竿で攻略していきましょう。結構微妙なところにあります。25回の報酬ですね。ここに、ドラと一緒にありまして、まあ、取ることはあんまないかもしれないですけども、釣竿で、行きます。まあ、最初は、武器がこれなのでちょっと使えてないんですけども、後で使えるようになりますかね。26回の報酬でカトラスがありますね、これで最強になります。なんかここ数シーズンずっとこの同じカトラスあるよね。旋風と衝撃波がついてるやつ、これもほんと最高なのよね。これさえあればまあ、ドラもいらずに、ボスも瞬殺できるでしょう。雑魚戦なんかもね、もう全然、余裕っすよ。もう衝撃波だけで倒せるぐらいだ。いや、衝撃波だけではきついか。衝撃波だけではちょっと、倒しきれない。てか、あいつどこに行ってるんだ、あれ。めんどくさいやつがおるな。よし、おしまーい。28回行きましょう。報酬何もいらないね。でここもまあ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 面倒くさいとこではあるんだけど、おやるね。これさえあればまあ問題はないです。これそっち来るなって、もうめんどくさいな。オッケー、危ねえ。よし、弓はね、弾き返されるんだけども、衝撃波だったら大丈夫。おーい、途中で詰まったりするとちょっと弱くなるね。割らせないようにいきましょう。オッケー、かなりいい感じ。まだまだか。あ、出た出た。ここ忘れがちだからね。あのエンチャンターは先に倒そう。よし、いいんじゃない。オッケー、あと下にもいるね。でおしまいですね。はい、28回クリア。でホークブランド取ってもいいんだけども、まあ火力としてはこっちの方が上かな。こっちの方がダメージはあります。カトラスをそのまま上げていっちゃいましょう。123、若干上がりきれなかったな。他の装備を俺取ってなかったからか。他を取ってきたら多分、125ぐらいまでは上がったんではないでしょうか。でもね、十分よ。ゴリゴリいけます。ドラなしでいきます。いくぞ。ああ、から詰まった。詰まることもあるよね。はい、では報酬を見て終わりましょう。頼む、長いから頼むよ。微妙、まあビースティぐらい。いやー、よくないな。輝き3、クリさんか。いやー、直接ダメージはね期待できないからいらないな。はい、ということで、今シーズンも釣竿一応いけますけども、まあ最後の、4ステージぐらいです。まあだいぶ楽になりますので、連射器ある人は使っていってください。
はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。